180納車しました。ドリフトスタイルです。どうやって練習したらいいですか？はい、ごめん。スカイラインしかなかったわ。GTR。ワンチー納車おめでとう。まあ、最初はね、絶対軽乗員から。正常員からやりましょう。右回りできるようになって、綺麗にできるようになって、ちっちゃい円とか大きい円で逆回り、右ができたら次左、綺麗にできるように練習して、でそれが両方できるようになったら8の字できるようにしましょう。それができるようになったらワンコーナー、まあ、サイド進入2速ですね。バーって入ってきてサイドで入って抜ける、これをできるように、で逆も左コーナーできるように二足でできるようにぐらいで、だいぶ上手くなると思います。で、まあ練習もそうなんやけども、大前提としてもう絶対ぶつけないっていうことが、壊さない、車を壊さないっていうことが今の令和のスポーツカー乗りにはもう鉄則やと思います。なんでかっていうと、昔はね、どんな部品でもめちゃめちゃ安かったんよ。安く買えました、ほんまに。ミッションとか5000円とか、エンジンとかもなんかもう SR とかでもめっちゃ安かったですよ。10万以内で余裕で手に入るとか、ゴロゴロ何やったらもらえるみたいなね、いろいろあったんですけど、足回りの部品もめちゃめちゃ安いみたいなあったんですけど、もう今物自体がないので、車を壊すと直せない、直ってもめっちゃ高い。もう例えばもうちょっとフロントバーンとぶつけただけで、もうはい30万40万、もう下手しい100万200万とかすぐ飛んでいくんですよ。ね、2,30 あればサーキット何回行けるっていう話になるんですよ。なんで、もう昔と違って今パーツもないし、あってもめっちゃ高いんで、こうやっぱりいっぱい練習したいじゃないですか。なんであんまりぶつけないっていうことが大前提になるとは僕は思います。頑張ってね。